左の右上なんかない。いやなんかね。あ、ごめん。ちょっといや別に今やったね。やった。助けて。滑稽だね君は。動画投稿週に約束してくれたらこのボタンを押してあげるよ。週に投稿するぐらいだったら身を投げるみたいな、なんかそんな決意そんな決意。トラップなんかにビビってるやついる？男気全開で突き進むダーストバーロン！イエーイ！いつもよりガラガラだね。びっくりした。ガラガラって今。おいお前ら、俺の声がガラガラとかそんなこと言ってる場合じゃねえから。いきなりだけどさ、阿部さん歌ちゃんさ、人生において何か大切なことって何か知ってる？金。我慢。お前ら欲と堅実性が真逆だったね今ね。ちげえバカじゃねえのおめえらよ。人生において大切なことはそれは男気だよ。なんか女性どうすればいいの？女性も男気なの？センシティブなところ踏み込んでくるんじゃねえよ。男気っていうかさ、今なんかあれだよね、ヤンキーになってるだけだよねこれ。ヤンキーってちょっと男気ありそうじゃん。やから？やから、うん。やから。というわけでね、今日はね、2人にね、初見殺しが多いマップに来ていただきました。脱出マップですね。さっきからすっごいドクロが周りにうろうろしてる。そう。すごくね、目が悪くなる。感想それ？いや、ちょっと怖いとかさ、なんかそういうのじゃなく、今日は、初見殺しの、トラップがいっぱい配置されているこの配布ワールドでまずビビらずそのトラップ乗り越えてもらうから。うがいしてる？うがいしながら今実況してる？してねえよ。今日ちなみにそれでずっと行く感じ？ちょっともう疲れてきてるよもう。もうやめてよこのテンション。でも俺突き通すからよ。よしどうする？これだって先をずっとこれに行くの？というわけで2人ともね心の準備いや違います。男気の準備いいですか？いいですか？じゃんけん男気じゃ誰か怒っちゃう、誰か怒っちゃう感じこの企画。じゃあ一番死んだ人がもう怒るってことだね。ああなるほど。そういうルールつけちゃう。ビビってなんかねえし。僕まだゼロだけどアフェさん死亡回数何回？1って書いてある。ちょっと事故っちゃったんだよね。これカウント入んの？カウント入ります。入るんだね。というわけで、はい、やっていきましょう。はい。罠物語よろしく。第3話、不気味な洋館。あ、ちなみにこれ、この配布マップ、シリーズもので、これ第3話の配布マップだから。いきなり？うん。第1話と第2話は、とつもりゆっくり実況チャンネルで投稿されてるので、そっちの方見に行ってね、みんなよろしく。うるさいな、今日。じゃあこのボタン押せる男気のあるやついねえ？え、何ビビってんのお前ら。あれあれ男気あるじゃねえか早速。あれ意外にホラーだねなんか。そう、とりあえず行くよ。ちょっとはい、まあ最初だからね、ちょっとゆっくり見てね。あ、これビビってるとかじゃねえからマジで。ちょっと君らテンション上げない？違う、ついていくの大変なのよ、そのテンション。なるほどね。どこ行くの？とりあえず、あるね。おい、アフェクマ、次はお前が男気見せるところだよ。初見殺しの多いトラップの館。あれ？お前やるじゃん。何もないのここ。何もないんだ。だからとっさんの方で上がってるやつではここら辺でもう穴が開いてさ、これ穴のマークかと思ったんだけど。あ、そうだと思ったんだけどね。あれなんだよ、こけ脅しじゃんこれマジで。おえ何？なんか入ってきたね。え、何？え？とっさんビビってる。いやビビってる。おなんかかぼちゃ出てきた。え、何またあったね。お化けかと思ってびっくりした。いやビビってねえし、マングローブの目を持ってないかい。はい、大事な本も探してるんだ、助けて。え、なんで君らさ、なんでそんなさ、お前らなんか怖いもの知らんだね君ら。いや俺も怖いものねえけどよ、まあなんかこいつらが言うあのマングローブのねなんか探してこいって言うからよ、とりあえず行こうぜ。ここなんか開いたよ、そいつらが来た瞬間に。そうちょ押さないで。おおあーうざい。おっと何なんでだよあれだ、今何だったのあれ安倍さんはうざい本領発揮してきたな、このマップ。さっきこっちだあざいおい、さっきなかっただろこれ。え、何もやってないよ。なんか押されたような気がしたんだけど。え、何これ今の。え、何もやってないよ。え、めっちゃ動く。え、何わかん。あざーい痛いもうやだこれ。マジでかいよ。ビビってんじゃねえぞおめえらよ。とりあえずこっちか。うわ痛いねえ。違うのよ別にかかりたくてかかってるじゃなくてさ、落ちたくて落ちてるわけじゃねえんだよ俺らもよ。そうだよビビりすぎでしょあのさこれさ、あの罠チェックとかできないの、なんかブンブンって振ったらさ。なるほどね。あそれえお前それビビってんじゃん、お前ビビってんじゃん、それやべえよおめえよ。いったじゃちょ殴んのはルール違反だろ。ほら俺がちょっと見本見してやっから、ちょっと行くぞほら。はい急に我に返るのやめて。あれなんもないか。おえなにビビりすぎマジでおめえら。めっちゃへっぴり腰だよ。へっぴり腰すぎる。なんかボタンというかあれがあるけど。じゃあうたちゃんおい押しなや。俺男気見せたからよ。あれあれなんで。ああなるほど。あなるほどあれだ。なるほどね。ポケモンで見たよ。なんだか言わないよ今。そうハズレの感圧板があるってことね。そういうこと。じゃあ俺行ってくるから。あ、ここ当たりだった。マジこっちか。でここにもあって、ここ絶対違うぞいやでも一番近いところが一番案外正解ってこともあるからよ、行ってみろよ。熊子行ってこいよ。まず僕行きますね。行ったねここ行ってみていい？行っちゃってお、正解だ。お、正解。お、やるじゃん。次は2つあるね。俺2つだね。じゃあ一緒に踏もうぜ、うたちゃん。オッケー。いいよ。おめえの男気と俺の男気、どっちが勝つか勝負だ。せーの。はい。おい。あ、男気じゃないよこれ。俺の運ゲーこれ。俺の男気力の勝ち。とりあえずここ押しとけば。ほら。古びた本手に入ったんだけど。なんか青色のお化けかな。お化けの子が大事な本を探してるんだって言って。マグマに投げてやろう。これじゃん。マグマに積むかな。積むよ。ダメだよ。ダメだよ。こういう時端っこを歩いていくのが一番いい。男気ないんじゃないのそれ。男気ないんじゃない。次向こうか。あずい。もう。オッケー。ひどいよ。ジャンプいっちゃうもんね。ほら。ジャンプが正解じゃん。なるほど。やるじゃねえか、くもこ。これがおぎですよ。お前をちょっと俺の射程にしてやるからな。いらないっすよ。そういうのいらないっす。焼きそばパン買ってこいよ。焼きそばパン好きじゃないからいらない。歌いさんが食べるのこれ。俺もメロンパンの方が好き。ウインナーがいいな。ウインナーパンあれ美味しいよね。おっしゃ、じゃあ俺行くよ。じゃあ俺男気見せて。男気。え？なるほどね。タイミングを見てなんか乗り移ってけみたいな、なんかそんな感じ。そういうことだね。これずっとなのかな。トでいいんかこれは。うん。スイッチ消えたからスイートないかな。あ、ついたよ、スイッチ。あ、ついた。オッケーオッケーオッケー。じゃあ時間制限はあるわけね。余裕でしょ、とっさ。おめえら見とけよ。おどみ1、男気のある俺がね、これぐらいね、軽く攻略してやるから。いくぞい男気うわーあれコテのテンプレで落ちたの今。そういうのいらないから。いやこれ早い。リセットボタンないのこれ。あええあ俺が通ってきた。絵はダメだよこの場所で。じゃあ熊子お前次お前行ってこいよ。パンチ禁止じゃなかったっけ？いいから細けえことはいいんだよお前。あ。ほらこれ難しいじゃんだってこれ男気で無理だってオッケーじゃあ歌ちゃん行ってくるよ行ってこいよお前下手くそどもがおお行ってくれんじゃんだねおどみに特攻隊長行ってこいよお前特攻隊長が一番最後なのよやるああ特攻してったら天国に特攻してったらこれね最初のタイミングわかんない見とかなきゃオッケーオッケーなるほどあちょっとじゃないはいあこれね分かりましたこれねマグマに入る瞬間にこれジャンプしておくのよそれでちょっと滞空時間でタイミングをなんかこう測っちゃうみたいな男気あ、ダメだこれおらおおそういうことだよそれ間に合う本当にそっち行く必要あるかなあ、なかったなかったやばいあ、これもうダメだよとさんあと1回しかないと思う男気ほらあ、押して押してそれあるか押してちょっとねえねえ次からちょっと口を優しくするからちょっと優しめにするから押してごめんつらかったってごめんそばパンなメロンパンでいいっすかあメロンパンの方がいいいくよはいはいはいオッケーこうなって次いくよオッケーはいおらおおうまいおらおらおおうまいわほらあれ多くで死んだな助けてお助けて助けて滑稽だね君はいいよ動画投稿週に約束してくれたらこのボタンを押してあげるよおい週に中に投稿するぐらいだったら身を投げるみたいな、なんかそんな決意。そんな決意。ほんで、わかったよ、もう腹。行くぞ、ほら。はいよ。あれはい。はい。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ポチって音よりジューって音から始まったんだけど。いや、ちょっと待って、これ、集中しよう。マジ、演技してる場合じゃねえ。茶番入れてる場合じゃねえ。演技じゃないのよ、別に。うどんうどんつった今かなどこまで来たおかしいだろあ間違えたおらはいはいおいしょいおーナイスおナイスナイスいいねああれマグマイ動いてるああマグマイあいった行きました。おお。ちむだいあのさ、見て、あがー。おかしいだろこれ。さっきなかったって。いや、はい。ドーン。はい。お、危ねえ、危ねえ。はい。あ、オッケーとりあえずうたちゃんを後ろから撮影してくれおいいよいいじゃんうまいうまいいいじゃんバカのくせにバカめ押していいこれ生きてんな男気あるボタンの仕方頼むぜ早く押せよ。チラチラ見てんじゃねえよ。おお、マングローブのね。お、あ、それか。あ、じゃあこれをあいつらに渡せばいいんちゃうの？なるほど。うん。あっちあっち。オッケーオッケー。私に行こうぜ。オッケー。ほら。あれ？おえ。あれ？いなくなったな。まさか新たな落とし穴があるとはな。こっからお前らちょっと気をつけ。ここやばくない？そう。ここやばいぞ。いけるかな俺。まあまあまあ俺から行くわ。行くぞ。はいはい。ああいけるんだ。はい。おお全然だったわ。なんだよ。さあ簡単だったわ。あ全然ない何もない。全然簡単だった。いいじゃん。いいじゃん、なんか生ぬるいな、マジおめえらよ。とっさん、本足りなくね？え、本え古びた本2になってるよ、こっち。あれ足りなくない？足りねえ。え、なんかあるってこと？いいな。嘘だ。足んないんだけど。え、なんかまだあるってこと？あるのかな？オッケー。まあ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 。はい、はい。あ、楽勝だったわ。あら。いやすごい綺麗に死んでたよ。エグジット。あと1個どこだろう。え？どこ？え？こっちにまだなんかあるのか。ある？もう一回行くの？あ、もう一回行くんじゃない？あ、そういうこと？うん。多分そういうことじゃないこれ。本取りに行くか。行くか。オッケー。男気。はい。男気。ああ男気男気男気え、言ってる男くそ男だね。はい。おめえらの男気見てるからな。後ろから見てるから。こういうだぜ。おめえらも男気が分かってきたじゃねえか。押すか。押すか。あ、入った。2個になった。え、マングローブなんで同じやつそうなの？じゃあもう一つあっち行くってこと？行くか。オッケー。え、こっちただの迷路2回クリアすんの？っていう話なんじゃないのこれ。はい。あれ？あれ？あ、そうか。1回離れなきゃいけない。ああ。で、どこだったっけ？どこだったっけ？どこだった？あ、ここかな。ここ行っちゃう。あ、ここだ。で、ここだ。次どこ？これ。どこダメだった？どこダメ？わかんない。忘れた。え、嘘。2個しかない。え、嘘だろ。じゃあ、ここ行くわ。じゃあ、俺ここ行くわ。ここ行くわ。お前ら健闘を祈る。ちなみに多分とっさんのとこ外れ。3人で一斉に行く意味あった今ね。これどこだ？ここがオッケー。え、こんなとこだっけ？2分の 1？ じゃあ熊子行くぞ。はい、行きますよ。熊子行くぞ。せえ、お、ああっちだってさ。あっちだって。嘘やん。皆さん終わったよこれ。あ、終わった。押すね。うん、押そう。おーい。あ、やったー。本手に入った。とさあげる。あ、うん。とさあげるこれ。もういい。オッケー。これが男気の本。言っとくけどこの本あれ多分クローズとか湘南純愛組とかそういう本だから。あ、コミック本なのね。そう、コミック本。男気あるヤンキー漫画だからこれ。なんか高校生とか読むやつやんの。おかしいな。クローズって懐かしいんだよな。よいしょ。よいしょ。はい。というわけでね。はい、持ってきたよ。湘南純愛組。あと、ぶっこみのタクも持ってきた。いや、古いってだから。銅の原石部。設置可能金の原石ブロック。これかなあ、それやね。行ってみ行ってみ押すよ。あ、押すよ。置くよ。あ、オッケーオッケー。あ、ポーン。どっかの部屋が変化した。え、とっさの方も置いてみたら。あ、あ、これか、これか。あ、高木。え、じゃあこれ戻るってこと？さっきの部屋変わったのかな？ほい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 。あれ、何も変わってないように見えるんだよ。なんだろう、部屋に戻ればいい。そうだね。うん、さっきのさ、クリアしたとことか。ああ、とりあえず行ってみる。おお、あれ、これ違くね。なんか違うんだけど。123って書いてあるね。ボタンあるよ。オッケー、男気。あ、え、ちょ、何？羊羹クイズ。イエーイ。この羊羹にある骸骨は全部でいくつ？1、0体、2、15体、3、25体。え、3、2、嘘。ほら。1。あれ、あ、俺が正解した。俺ダメじゃん。え、俺も死んだんだけど。え、なんで？え、詐欺じゃん。え、全部ダメってこと？え、あ、骸骨。え、1、2、3。これだよね。うん、とりあえず数えてみるか。17?22 じゃん。22、なんで。あ、こっち？こっちもあるよ。あ、こっちのあった。あれ、20っていう選択肢あった？わかんない。わかんない。じゃあ行くよ、もう一回。おお、いきなり来る。え、1じゃない。え、何がダメなのこれ。ちょっと今。え、じゃあ逆の方行こう。ちょっとわかんないから。え、だって逆の方にもさ、あるかもしれないよ、骸骨。ああ。確かに。そう、わかんないけど、そもそも意味があるのかわかんないけどさ。ワンチャンなんかどっかに骸骨置いて数合わせるとかない？ああ。いや、わかんないけどね。お前やるじゃねえか。いや、これ見当違いだったら恥ずかしいんだけどさ。いや、ワンチャンあるよ。逆側行こうぜ。逆側で骸骨仕入れてそういうことやろ。骸骨の頭の。うん。行くぜ。じゃあ骸骨の頭手に入れるためにお高木。え？何これ、暗い。え、これ進めっていうこと？こっちかな、じゃあ。え、なんでそうやってすぐ進んじゃうの？え、お前らすごくね？道2つに分かれてる。これなんだろう。ろうそくを捧げようって。ろうそく？え、ほんとだ。ろうそく？あ、こっちに行くんか、これ。あ、行ける。ここ道2つあるよ。あ、なるほど。2つある。あっちにもある。二手に分かれてる。こっち行こう。オッケー、じゃあオッケー、みんなで一緒に行こう。お手手つないで男気見せよ。お手手って男気かな。あれ、あ、こっちにもある。何が？ここ。あ、ここあるある。オッケーオッケー。ドラクエのあれだね。なんか配列。あじゃん。え、ちょっと待って、みんな待って。お前らどこにも行かないで。え？どこにも行かないで。全然大丈夫だった。あ、チェストあるよ。チェストある。お前、ビビってねえし、今、一人になるかもって思ってビビってねえし、マジ。これでいいのかな？あ、うたちゃん、ちょっと、言いたいことあるんだけど、いい？何？このノリ、ちょっと疲れてきてる、俺。来たやん、最初に。でも、やりきるから、俺。あれ、逆側なんかあったんだっけ、これ。逆側行ってねえよね。行ってないよね。行くのかな。行けばいい。じゃちょっと暗闇からどこわかんない。暗いからどこわかんない。これ最初のところ行き止まりだったよ。あ、行き止まりかい。あ、行き止まりか。なんだよ。暗闇からなんか安倍さんの白い姿が。って何？うたちゃんちょっと来て。ほら、見ててね。いくよ、いいよ。めっちゃいいじゃん。自分じゃわかんないんだけど、これ。めっちゃいいよ。体が白いから逆に怖い、マジで。入れたろうそく。ああ、そうだそうだ。入れないと。ろうそくを捧げよ。あれ？あれ何も起きないんだが。入れたろうそく。紫のろうそく入れても何もない。なんかまだ必要なろうそくがある。あ、何個かあるのかな。逆こういうの行こう。右手で行こう。右手の法則ね。そう、分かんなくなるから。はい。うわ、おお。右手の法則で殺されるところだった。とっさんとっさん。え、何？あるある。ある。ある。いいね、これ。赤のろうそく。なるほどね。とっさん。そういうことね。これでこういう風に入れるんだ、多分。ああ。紫は右上なんだよ。え、5個あるってことだろうそく。男覚える気ないから覚えといて。くまちゃん覚えといてね。いや、ビビってなんかねえし。あった。オッケー。青だ。青のろうそく。何も見えなかった。来た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 。緑のろうそく。あった？あったあった。行こう行こう。いったいった。いや、びっくりするかなと思ってさ。角待ちしてたんだけど。そう、角待ちしてた。オッケーオッケーオッケー。もうお前角待ちすんじゃないよ、お前のところ。入れてあ、ここにこうで、ここにこうだ。そうそう、おー。部屋のランプが点灯。ついた。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。どうなるんだこれ。これどうなんだ。あ、なんか戻れるようになってるよ。戻れるようになってる。あ、いいね。後ろを見て。あ、ついてるついてる。あ、ついてる。これこれ。あ、なるほどね。結局、骸骨なかったんだけど。骸骨、なんだったの。じゃあ、あれどうやってやるのよ。え、こっちにも骸骨あった。あ、見てみるか、中。ほいほい、あれあれあれ、そんなことある。助けて。コード投入口とか、あと修繕のやつしかない。なるほど。じゃあ行く意味ないってことね。骸骨ない。あれそう。ねえ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 、なに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 。あ、そう、俺もね、あそこにね、なんか隙間があるなって思ったの。なんかあるよ。なんかある。なんかある。なんかある。なんかあった。わ、もしやこれ、俺ら、いけないもん見つけちゃったってやつ。俺減らすんじゃない、骸骨。そういうこと。なんだよ、子供騙しじゃねえか、めっちゃ、お前。こうす。おい。はい。お。殺せよ。生き残っちゃったんだけど、なんか微妙な感じになった。そう、なんかやるせない。いけないし。骸骨はだね。ちょっと待って、骸骨がゼロになったんでしょ、これで。そう、ゼロになったと思う。というわけで、ったくよ、手間取らせやがって。この羊羹にある骸骨は全部でいくつ？いえ、1、0体。2、15体。3、25体。くんなよ。あ、これだけ？これだけだってさ。部屋のランプが点灯してマングローブの樹木が変化した。解答用紙は中央に配置してください。とっさんとっさん。なに。ボタンいっぱいあるね。マングローブの木に。消えた、上のマングローブが。あ、え、じゃあこっちも押すんじゃない？ほら、形が変わるんだ。あ、そういうこと。ああ、なるほどね。あ、これあれじゃない？数字。これがパスワードなんだ。あ、そういうこと？これ押したらどの順かわかんない。これ5だね。ああ、はいはい。5。え、なにこれ？これ L。大文字の L。全部数字だと思った僕。僕も。いくよ。あ、これは？これ U かな。U。じゃあこれは？じゃあ5じゃなくて S じゃない？0？あ、0。O じゃない。あ、O か。これは O だ。じゃあ S か。最初の S だ。S か。SLUO かな。UO だね。っていうとソウルじゃね？3のくせに。3のくせにそうだわ。魂じゃね？え、よくソウルって書けるね、とっさん。やべえじゃん。魂たぎってきたな。やっぱこれはね、熱い魂持った俺だけにしか解けないってわけ。そういうわけで、ソウルがない。ここかなんかに紙入れるんじゃない？ああ、なるほどね。これ間違えたらどうなるんだろう。おお。じゃあちょっとスペル間違えてみて。ソルトとかにしてみて。ソルト。じゃあソルトでいい？ソルトにしてみて。ソルト。塩。魂じゃなくて塩。そう。じゃあちょっとソルトいくね。ちょっと成仏させるね。お清めの塩ってこと。じゃあとりあえずお清めのソルトで。あ、間違えた。ソルトのスペルも間違えた。スペル合ってるよね。僕、ちょっとバカ晒すかもしんない。ちょっと待って。合ってるかな。まあまあまあ、合ってる。ちょっと待って。見えない。塩のスペル合ってる。なんかね、合ってるような気がする。A だったような気がする。S の次。怖い。大文字にするとね、わかんなくなる。わかんなくなるね、これね。そう、わかんなかった。O を書いて絶対違うじゃんってなって戻した。なるほどね。バカ晒すとこだったね。そう、バカ晒すとこだったけど、結果バカ晒してるかもしれない。確かに確かに。じゃあとりあえずコード投入してみるから。これで。ダメだよ。おとなしくソウルって書こう。本当だよ。何にも面白い結果にならなかった。オッケー。なんか起きてる。せめて上から。そう。なんかね、間違ったらなんか起きて、うわーここかよ。当たったらなんか俺ら死ぬとかって逆じゃね？逆じゃね？褒めてほしいんだが。こっち？とりあえず。はい。はい。あ、はい。あれ？嘘？ミスった。あ、おたやさん。どこ行くの？あ、左の右上なんかない。そうい。いや、なんかね。あ、ごめん。ちょっと。いや、別に。今やったね。やってない。事故。押した。あれさ、上見て、上。あで、はい。で、ここ。後ろ。キー！オッケー。キー取った、キー。これで、こっち来て。っていうことなんですか。はい。お、立ちはだかった。最後の最後に立ちはだかるか、貴様。早く来いよ。じゃあ最後、男気タイマンな。俺の男気とお前の男気、どっちが強いか、勝負だ。おらくそーバカめ。来いよ。ほら、来いよ、熊子。来いよ、お前よ。ほら。あー、無理。よし。ナイスー。じゃあとりあえずもうここに入れて多分終了ってわけ。いくぜ、最後のラスト男気。おなんだこれマジで、本当によ。本当さ、なんだこれマジ。あぶぶぶぶぶん。よし、じゃあ行こうか。おい、待って。寒い。Thank you for playing 男気。というわけで、皆さん、今からね、死んだ回数発表になりますので、まずはくまちゃんから。じゃあ僕の死亡回数は38回です。お、うたちゃんは？僕は39回。とっさんは40回です。すごいな。あんま変わらんのな、これ。変わらんです。でもこんな位置違いってある？位置違い結構接戦だったのね、俺ら。めちゃ接戦じゃん。いやー、おもろかった。まあ俺たちね、仲良く男気発揮したということで、皆さん次もしかしたら続編あるかもしれないので、高評価、チャンネル登録よろしく。というわけで、みんな、打ち上げで、居酒屋行こうぜ。あ、おごってくれるってこと？あ、なるほど。男気だからね。男気だもんね。なんか一升瓶とかさ、その辺行かない？あ、いいね。今月ピンチなんだって。今月ピンチなんだって、あんま動画出してないから今月ピンチなんだって。